はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日は自宅で袋麺をですね、作ろうと思います。こちらですね、女神、こちらの豚骨醤油のですね、袋麺を本気でちょっと作ろうと思います。で、主な材料はですね、こちらです。またこちらにニンニクと生姜もプラスします。はい、ということで早速まずはチャーシューからですね、作っていこうと思います。はい、ということでまずこちらのですね、豚肉ですね。はい、これにまずですね、フォークで穴を開けていきます。ちょっと穴を、まずちょっと水分どんどん忘れてましたね。ちょっと水分を拭き取って、今度はですね、タコ糸で縛っていきます。で、これをですね、こんな感じでちょっと縛っていこうと思います。タコ糸初めてやるんでちょっとね、緊張しますね。巻けました、うまく。こんな感じでどうでしょう。はい、さっきですね、焼いて失敗しちゃいまして、ちょっと焼き目をつけようと思ったらですね、崩れちゃったんで、もう一回巻いてですね、焼き目をつけないでこう下茹でしていこうと思います。一応ですね、こんな感じで今もうぎっちりね縛りました。これでもう一回やっていこうと思います。はい、ということでですね、ちょっと下茹でしていきます。水だいたい1リットルぐらい入れて、あとネギと、生姜ですねを入れていきます。ちょっと豚が隠れなかったんで水を 1.5 リットルにしました。なのでちょっと、ネギと生姜をプラスします。ちょっと沸いてきたので一回アクを 取ります。一旦これで蓋をして30分ぐらい下茹でしようと思います。30分経過しました。こんな感じですね。で、一回ねひっくり返しました。はい、いい感じですね。で、これを今度、味付けというかしていこうと思います。で、今度このちっちゃい鍋でやっていきます。で、これをまず取り出して、これを取り出して、はい、さっきの、煮た汁をですね、300入れました。今度は調味料ですね。まずは、はい、2杯ですね。にんにく1かけ入れます。沸騰してきましたので1回だけアクを取ります。で、落とし蓋をして、こんな感じでもう30分煮ていこうと思います。はい、では30分、経過しました。一回ですね、途中でひっくり返しました。じゃあ開けてみましょう。おー、こんな感じですね。いい感じにできました。ちょっと冷蔵庫に入れて寝かしておこうと思います。まだちょっと工程があるので。はい、で、今度は家系ラーメンに欠かせないチーを作っていこうと思います。鶏のですね、皮ですね、皮とあと、筋とかそういったものをですね、捨てずに、保存しておきまして、ここからですね、油を取っておこうと思います。皮は6枚くらいですね。ちょっとじっくりと油を出していこうと思います。このチーもうまいっすよね。僕、家系ラーメン行ったら必ずですね、麺固め、油多め、味濃いめにするんですけども、やっぱね、そのチーがうまいんすよ。だから家系ラーメンすごく好きなんですけど、うまいっすよね、家系ラーメン。こうやって皮とか筋も残しとけば、チーユンできますからね。
だいぶ油が出ましたので回収します。こっちから行こうか。でまた後で使いますんで。結構出ましたね。しっかり最後ギューって出して、やっぱ家系って言ったらほうれん草ですよね。よっしゃ、ほうれん草。ちょっともう日が落ちてきてますけども、これからラーメンを茹でていきたいと思います。さあ、やっとですね、袋麺作っていきますけども、その前にちょっとこのさっきのですね、この鶏肉を全部入れまして、でここに、器のお湯を入れます。でこれでちょっと沸騰させていきます。この最後まで使い切るっていうのは大事ですよね。鶏のこの出汁が出て美味しいと思うんですよね。はい、沸騰してきたので一回アクを取ります。よいしょ、一回止めてですね、これで一回ちょっと器に入れちゃいます。よいしょ、いい感じのスープがねできましたね。これでもう一回戻します。さあここにですね入れていきましょう。さあすごい麺がねすごい太いんですよね。で入れていきますね。ちょっとこういうで中火で7分なので固めが好きなんで一回ちょっと一回5分ぐらいにします。そしてここにですね、粉末スープと液体スープを入れるということなので、そしてここに、さっきのチー油ですね、チー油を入れます。さっきそのチャーシューを作った時のこの汁もちょっと小さじ1杯入れたいと思います。これでちょっと味が濃くなるかな。でさっきのチャーシューを出してみましょう。おー、いい感じです。いい感じ。よし、ハサミで切っていって、どんな感じだ。人生初めてのチャーシューなんですけどね。さあどんな感じ。おー、すげえ、こんな感じでした。すごい、こんな感じでございます。すげえ、ちょっと食べちゃおう。うん、おいしい。やっぱり6分茹でました。でまず、先にスープですね。はい、ここでねしっかり混ぜて入れましょう。なじませて、ほうれん草、うわ、ほろほろ、特製家系ラーメンでございます。おいしそう、うまそう。よっしゃ、できました。ちょっと食べてみますね。早速、こういう感じでございます。麺こんな感じでございます。いただきます。まずスープから。めっちゃうまいっすね。あ、うまっ。めっちゃチー油効いてますわ。うまい。麺いきます。うん、麺うまい。
もちもち、すごい太い。うん、うん。そして、初めて作ったこのチャーシューいただきます。うん、うん、うまいっす。うん、で、海苔をつけて巻いて食べると、うん、うん、ほうれん草も美味しいですね。うん、うん、まあ、家系が近所にないんですけども、こうやって自分で頑張って作れば結構再現できるので、はい、うん、美味しい。チャーシューはもしかしたらもうちょっと煮込んでもよかったかもしれないですね。あの、全然食べられるんですけど、僕はトロトロのが好きなんで、もうちょっと煮込んでおけばよかったかなと思いましたけども、でも美味しいです。うん、美味しい。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。あの、お昼過ぎから作り始めたんですけども、ちょっともうあの日が暮れちゃいましたね。はい、でもあの時間をかけた甲斐があってものすごく美味しかったです。はい、まあ、あのチャーシューをですね、入れる時に結構時間かかったんですけども、まあ、チャーシュー買ってきたりとかすれば全然短縮できると思うので、まあ、袋麺を家でこう食べるっていうのも結構こうやって凝るとですね、すごくあの美味しいですし、また新しい経験ができました。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。もしこの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。あ、ちょっとくっついちゃう。あ、あれ失敗した。失敗。あれなんで失敗。